山口いないですもん。山口お前やらかしたな。よしお前何こんなところでお前酒飲んじゃうよな。ほらお前依存しとるなこれ。しないですやばい。これ増えたらなんぞ。どんだけ取るかな。無償化じゃ当たるんだろ。やめろ。酒やりたいんだもん。無償化じゃ出ねえ。先行予約中。プレゼントも割引もあるよあるよ。回ってますか。回っております。回っております。はい回っております。回っております。カメラが回っております。今日おしとやかに行ってみよう。今日おしとやかに行ってみよう。ケメラケメラっていいですね。全然おしとやかじゃないんだけど。なんかケメラケメラっていいですね。隊長がうちの切り込み隊長って言ったら本当山口って感じじゃない。切り込み隊長って何。なんかイケイケみたいな。そうかな。なんかそんな山口さんにイケイケのイメージが妙にはなさすぎて。あ、逆にない。そうなんていうの、いつもおとなしい。おとなしいっていうか喋らないイメージしかないからさ。あ、そうそうそう。特派ではないですよね。お前よって営業とかに言うよ。吐きそうな顔がある。吐きそうな顔がある。そうだけど普段喋らんからさ、うん、まあザ職人だよな。仕事を抑えてもっととるけど、なんか営業とかでもお前こうだな。まあでも言ってることがいちいちやってるからな。いちいちやってる。ただ飲んで言うからおかしくなる。必要以上に言っちゃうんだけど。そう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 。必要以上に。車がないの。車もないって。え？そういうの。姉ちゃん、あいつ行くって言って出ねえんじゃないか。これ問題だぞ。ヤオジ。ヤオジ。いない。山口いないですもん。山口お前やらかしたな。いないです。逃げました。逃げたな。逃走中か。飛んだな。え、そんなことある。あれ何ですか。ん何ですか。運転席から行った方がいいんじゃないの。よしお前何こんなところでお前酒飲んじゃうよな。ほら酒やろうぜ。さっきからずっと止まっとんだろ。何サボっとんだお前。おるわ。かまさんかまさんかまさん何やっとんだ。休憩しました。コーヒー休憩長いよ。お前は珍しいじゃん休憩長いって。何しなんだろうか。何でお前依存しとるなこれ。しないです。じゃあゆっくり聞かせてもらって。はい。いろいろあったの。何がですか。インカーをした。元病院行ってたんやろ。通院か。ああ、通院はしてました。何やった。年末なんかちょっと痛くなってきたんで。内臓はなんかこの辺の肝臓が。肝臓が何なのか分かんない。なんか病院行ったらすぐ分かるだろ、お前。肝臓肝臓お前ちょっとなんか動揺しとるね。怖い。飲みすぎか。はい。前とちょっと休んだと思うの。手も震えとるから。それ社長は嫌なんじゃないの。社長アレルギーが出てるかもしれない。発作が出てるのかもしれない。社長アレルギーって手震えるのお前。はい。最近。前からす。飲みすぎだろ。年末の時やばかった。そう。前と両手も。それでも飲むんじゃない。それでも酒飲むの。もう病院行けよって言ってました。もう病院は行ってました。仕事できるのよな。しっかりしとるしな。シーンが数字もいいしな。めちゃめちゃ細かいでな仕事も。なんでお前酒なの。やめろよ。はやめたくない。はい、やめれるでしょ別に。俺家で飲まんから一切。はい、外でしか。そういうのしないよ家で。何が楽しい。暇だから飲むんですよ。出ないけど別にネトリックス見れたらいいやん。別にサイト戦争越えてネトリックスだったらみたいな。楽しくない。犬かやんじゃないですか。あと無限クラブかですか。お酒飲まないと。一時抜いた時も10時くらいからベッド行って夜中に4時くらいです。へぇ、何の不安感に囚われるの。わかんない酒飲んで。俺 YouTube とか見たらすぐ寝るけど、そうでもない。逆に目が覚めそうで何も見てない。
何もぼーっとしようが一番なんかいろいろ考え事としてはね寝れるなの。あもうそれもあるし、仕事も YouTube とかそうバーッと見とるとこかっとね。酒飲んだ時はなんか適当なもの見とったら寝るんですけど、うん、いやもうやめろよ。でもやばいっすよお前、まあ、やるんじゃないの社長、まあ、そんなお前指が震えとるやつなんかやるのにね。だってもう自分の力なんとか俺って手助けしちゃるわ。大丈夫あ俺の見たのかじゃん本当にマジで。いや俺は家で飲まんけど外でも本当にやめたらマジで。インチキして飲まんでいいよ。いや別に俺お茶で酔えるお茶で酔える。毎日酔っとるからじゃない毎日酔っとる頭が酔っとるやめろマジでやめろって言ってもはいでもそれ薬ないの。タバコあるじゃん、なんか食べたりガムとか食べたらもうまずくなるやつ。酒もあるらしいです病院って。だけど医者側も出したからなんです。なんで薬にあんま頼ってほしくない。それでやめれんかったらもう手がないからみたいな。でなんか手震えるのかも。手まっすぐやってみ。震えてるこれ確定だよな。ちょっとどう手まっすぐやって。まあ、力入れとるから力抜きや。やばい、もう触れたらあかんぞ。入れとるな、ちょっとな。カメラが伝わってるのかな。でも電話しになりました。年末の時もってよかったですか。年末の時はもう本当両手にこうやって感じるはずだった。それでもなるんだ。あいついにもピコハンじゃなくなっちゃったもん。たわけがお前笑い事じゃねえだろお前お前会社よほんと。じゃあ外で飲んでいいけどお前家ではやめたら俺外でもやめたらマジで本当に。いや本当に人生もったいないじゃん。そんな別にたかがアルコールで棒に吹っ飛んだよお前。いやもっとやることなんかあるで。それやることないよ。もう寝るんだったらいいよ別に。俺いつも毎日それ飲んだもんね。ずっとこれ毎日ね。ほんともうダメ。もう無理。僕無理だと思います。僕もう無理だと思います。お正月に当たるんだもんやめろ。先やりたいんだもん。お正月でね。吹いちゃうとこだったよ。そういや俺困るけど別にもうしょうがない。手だけもそうだもん。俺困ったけどしょうがない。マジだよいやそんな俺が抜けたら困るの分かっとるでそんなこと言わんと思ったんで俺本気だよ。ミッチだってそうだろあいつも。いやあれは別にあれじゃん。もともと良かったけどちょっと寝坊とかっていいじゃない。やっぱり YouTube でこうなっちゃって、まあ、あっちも行ってもこっち行っても声だけられるじゃん。ああミッチさんですよねで社長さんとかが見てるよここ出しとこうな。お前しょっちゅうやったらしいよ。そんなこと書いて見てるよな。お会計って言ったらいやあそこのお客さんが払ってったよとかさ。なんならこうタレントみたいなのめっちゃいいじゃんってもらった分は返さなかったぞ前にしてお前ら本当にそういう考えのやつが最近多いもんで、ね、うちの会社やったわけ。アルコール切れてるかな。いえ普段今減らしてるの504本と352本減らしてて504本頭守るものでも人殴り始めたから頭守るもので人殴ったからな、うん、脱いでまでやってる言うとか違うな言うことが本当だよ。もう一緒に通うかな。本当に俺一緒に通ったるわ。外でから飲んで家やね毎日ちょっと飲みに行くかもしれん。そうしたらそうだったらいいよ依存にはならないそんな。そうなんだ。お家酒飲んで2回もあるんです。ちょっと外飲み確かに外飲み一人だけはなし確かに外飲みだ頭守るものだった今度アルコール依存がひどなってくる。外飲みに行くと出てこんだって。そうなんだ。家で飲んでたよ。もうちょっと待ってどうだろう。もう自分の好きな時に飲んで寝たら。そうだろ。そういうこと。その時酒の使い方が全く違うから俺らちょっと人と会う時にちょっと会話の円滑言うじゃん、まあ、楽しく飲めるように。そうだけどもうアルコールのその使い方が違う。寝るためにとかだったら、ね、そう一人で頭ぼかしたいんだろ、
で家でなんか考え事したくないもんねみたいな感じだろ。そうなったらやばいわ。ゴルフの練習とゴルフそれが一つだな。運動するとか、いいですね、趣味を見つけたらいいってこと。分かった。なあ、できるだろ別にそんな仕事だとかできるよ。社長の命令だもんね。やろ、できるだろ。何か詰めだから、何がいいの、何か一個詰める。何でもいいよ、どっちもでもいいよ。どっちもでもいいよ。だからそういう会に入りゃいいじゃん。ばあちゃん飯食わして、なんか9時から飯食わして、お前飯にとるって思う。そんなサブねえだろ。アルコールやめんねやってわけじゃないからな。アルコール依存って自分がまず認識したからな。アルコールをやめたらもっとひいいことっていっぱいあるわけじゃん。でしょ。まず頭も回るだろう。頭が回りすぎちゃうんだろうけどね。やめたいとはあるの、自分なんか多少。全くないです。だからもうダメなの。全くないとちょっとやめねえよね。だけどお前やばいぞ、本当に。本当にやばいって認識あんまりないの。体さえ持ちゃいいやみたいな。あ、そうなんだろ、遅いよ。酎ハイに強い、あれ一番なんだろう。あんまアルコールもいいやつ入ってないんだろう。本当に焼酎がいいんだろう。焼酎とか買えへんじゃん。一日一本なくなっちゃうお前も缶も同じでしょ、その3本では。ちょっと本当にもう真剣にカメラ外で話した方がいいレベルになってくるよ。いいレベルだよ、河合さん含め。河合さん含め。ちょっと右になるマジで。アルコール依存とか二階堂のアルコール依存の前発足なんで無視したの。お前の考えは教えない。どう思う、やめてもいいかなと思う。思わないっす。じゃあお前やめろ、会社やめるか、サビやめるか、どっちか。いや、マジだ、俺本気で言ってるのか。でもそれだけのとこまで生きてるわ、マジで。本当だぞ、やめろ。行ってきな、行ってきな、行ってきな、行ってきな。カメラ止まったところで行ってきな。携帯持ってきてないじゃん。ちょ、本当にもうやめようぜ、山道。マジで、もう本当に嫌だな。ちょっと嫌だ、マジで。本当にやめてほしい、心の底からも。この回も続くですね、またも。続くでも続いたら困るけど、終わらせるんだよ。だから山口さんがいつまで辞めれるかですよね。まあまあ、辞めれたらまた撮りたいじゃん、それは。今度はそういうので、ね、集まりに2人で参加して、はい、私は小林克信、45歳、アルコール依存症です。私は、経営の辛烈な不安からお酒に頼るようになりました。みんなの前で語ることがなあ、分かった。はい、行きましょう。あの、閉めて、車にも閉めよう。もう一人ちょっと、あ、こいつ言いたいこと。先行予約中、プレゼントも割引もあるよあるよ。はいはい、着きました。さあ山口、まあでも本当に中央怖いな。やばかったな、手とかやばい、体震えてるもん。山口かわいいんだけどな、仕事めちゃくちゃするんだよあいつ。だからお酒以外だったら多分普通の人なんだよね。仕事できてさ、本当に鉄人みたいな仕事をするし、最初はあー寝たみたいな感じで撮ったけど、いやちょっと震えを見たらね、ちょっと震えを見たら本当にやべえなこいつと思うな。はい、ぜひまたね、チャンネル登録いいでよろしくお願いします。あ、チャンネル登録マジ本当にちょっと本当に増えんなってこうギリギリのとこだな、19万5000行ったり来たりみたいな、あとたった数千人はね、なかなかいかんからさ、ぜひね、はい、登録してない人は登録してください。お願いします、よろしくお願いします。はい、また見てね。静かに見てね。